さんこんにちは、あやこです。みこしばかなです。あやきゆのです。はい、ということで今日の YouTube なんですけど、前回に続きかなちゃんとゆなちゃんに来ていただいておりますし、はい、まだね、前回の動画見てない方はまず前回の動画じっくり見ていただいて、うん、今回の、ね、動画を見ていただきたいんですけど、うん、今回は株式会社ナチュレさんの沙織さん、木村沙織さんに来ていただいてますので、どうぞ。どうも、お願いします。どうも、初めまして。かわいい子ばっかり。今日の動画だけ見てるとなんでってなるんですけど、沙織さんが普段やってることをちょっと聞いてもいいですか？はい、普段はですね、ファッションのスタイリストとして一般の方向けにもう20年やってます。20年、はい、20年延べ人数でいうと3万人以上の方の一般のスタイリストとしてやってきております。いや、前回の対談でもう体の悩みっていっぱいあるしっていう話をしてて、骨格やっぱ診断ってすごい気になってて、個人的にすごい気になったのもあって、今日はちょっとこういう形で動画を作ってるんですけど、沙織さんはちょっと前回ちらっと言ったけど、日本のメディアで初めて骨格診断のプロとして出た。そうですね、骨格診断士として全国放送させていただいたのが2015年ですね。流行る前、ね、全然前っていう、もう今日はちょっと、はい、直々にね、3人が一緒かもしれないし別々かもしれないし、ねほりはほり、うん、ねほりはほり、でもこの状態でなんとなくわかるんですか？確かに一応なんとなくもわかるし、実際触ってみないとやっぱり、あ、そういう特徴あるんだね、この子はみたいな感じ。あ、なるほど。なんとなく聞いてみてもいい？ねえねえねえ、気になる。なんかもう聞いちゃいます？なんとなく、なんとなく、なんとなくだと見た感じだと、見た感じの印象はウェーブ、ウェーブで、ナチュラルっぽいなっていう、その目肌立ちとかね、あ、顔の切りぐらいとか、顔も変わります。変わるね。で、ゆなちゃんはストレートっぽいかな。なるほど、なるほど。彼うまくいけば3パターンだけど、そう、うまくいけばね。あ、でも体触ってみたりとかそういうのしてみて違かったっていうのも全然あり得るって話ですか？パッと見の印象と実際触ると、あ、全然違う。面白い。今日はね、私たちの体を分解していきたいと思います。分析な、分析したらダメでしょ、怖いよ。早速じゃあ誰から、じゃあかなちゃん、私から聞こうかな。ぜひ、かなちゃんからやってみましょう。では、はい、早速かなちゃんから、はい、よろしくお願いします。実際診断をしていきます。診断する時のポイントなんですけど、はい、まず手から見せていただきます。かなちゃん、こうやって手見せていただきますか？はい、手から見せていただいて、まあ、手のここの厚みとかですね、あと関節の節の感じとか、そういったところですね、こういうところですね、ポイントがあるので、そういったところを見ていきたいと思います。身長って何センチですか？163です。163、はい、足のサイズは何センチですか？24.5。気持ち、身長の対してちょっと大きめ、大きいですね。はい、次ですね、鎖骨を見ていきます。ちょっとめくっていいですかね？はい、はい、鎖骨の感じですね。わかりますかね、鎖骨あまり見えない、うん、わかります？ほとんど出てないのが、はい、これもですね、一個ポイントになるので、で、肩甲骨ですね。ちょっと洋服はね、分かりにくいかもしれないんですけど、肩甲骨ですね、見ていきます。で、肩の先、肩甲っていうことなんですけど、肩先で、次ですね、アンダーバーストの部分、肋骨を見ます、うん、で、そのまま下に行って骨盤周りですね。で、腸骨がここですかね。このまま下がっていきます。なるほど、うん、わかりました。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。これ結果は最後、結果は最後お伝えします。最後です。練習してからちょっとね、結果言いたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ続いてゆうさん。ちょいちょい入ってくるの？ちょいちょい入ってくる。なんで一応ね。じゃあゆかちゃん、お願いします。お願いします。じゃあ、はい、かなちゃんと同じように手から見ていきます。はい、じゃあ身長は167です。167。足のサイズは23.5です。23.5、ちょっとちっちゃい、ちっちゃいです ね、すごくボケます。手もわかりますか？ちょっと小さめ、ちっちゃい、このちっちゃめなんですね、私の手と。さっきかなちゃんの手とね、比べてみたら細長かったですよね。と思います。はい、かなちゃん、で、鎖骨の部分ですね、肩
で肩甲肩先ですね。肩をですね触るときに、ここの二の腕の部分もですね、ちょっと触ってるんですけれども、筋肉の張りとかつき方とか見ます。面白い。はい、あの私診断が本当に早いんですよ。確かに。これも本当にあのまあ長年のキャリアっていうのもあるかもしれないんですけど、それだけ診断数が多いので、本当に早いです。はい、わかりました。早っ。早ー。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではあやちゃんお願いします。お願いします。あ、そう、こっちが上がってからお願いします。自分の全身触られることってあんまないもんね。ちょっと手見てもらって、身長何センチですか？157です。自分の身長忘れちゃった。足サイズは？23です。標準のね。標準。確かにおっぱい以外は。おっぱい以外は。おっぱい以外標準かも。顔はちょっと大きいかも。鎖骨見てますよ。鎖骨。で、肩ですね。で、まあ、肩甲骨分かりやすいですね、洋服がね。ちょっと分かりますかね、肩甲骨。ちょっとごめんなさい、ね、どうぞどうぞ、ちょっと全然どうぞ。ちょっと出てるの分かりますか。実はかなちゃんとゆなちゃんほとんど肩甲骨出てないんです。はい、これって骨格、骨格そうです、元々の骨格です。あの姿勢とか例えばトレーニングしててとか多少はちょっと影響はするんですけど、あの元々の骨格があります。くゆー、はい、影響じゃないですか。あとここのお尻のラインもですね、ちょっと特徴的な方かもしれない。特徴的はい、わかりました、ありがとうございます。以上になります。診断ものすごく早かったんですけど、一瞬でした。ちなみにやる前、見た感じだと私が、ウェーブ、はなちゃんがナチュラル、で、ゆなちがストレート。骨格のタイプって今言ったみたいに、骨格ストレート、ウェーブ、ナチュラルの3タイプあるんですね。でそれぞれ違うタイプかなと思ったんですけど、あやちゃんはウェーブでした。おっ、じゃあ見た目通り、見た目通りっていうのもありました。いいの、拍手。ゆなちゃんストレートです。おう、見た目と、あ、やっぱりなっていう部分もあるんですよ。なるほど。で、かなちゃんちょっと難しいタイプだったんですけど、でも特徴はほとんどストレートのタイプの特徴が多いので、同じストレートでも結構違いはある、違い部分があります。面白い、はい、すごい。でも同じ2人はストレートです。ちなみに私も骨格ストレートなので、3人一緒で。ストレートがじゃあ女性は多いんですか？女性のストレートが多いというよりも、弊社に来る悩んでる方の一番は骨格ストレートの方がダントツで多いんです。ファッション悩み、洋服の悩みで、それは今多分流行りとか流行的なものが結構今洋服がウェーブ寄りの方とかナチュラル寄りの洋服が結構多いんですよ。なのでストレートさんはどこに行ったら私に似合う洋服があるんですかって悩んでいて診断に来る方が多いのが多いですね。ちなみになんで私はウェーブかっていうのをちょっと詳しく聞きたいんですけど、はい、まず手を見ていただきたいんですね。違い、みんな手出してもらってもいいですか？どの手が好きですか？パッと見た時にあのお二人骨の感じが見えないの分かります？うっすら見えるの分かります？確かに。で、あとここの手首とか分かりやすいんですけど、かなり華奢なんですよ、骨が。身長がとかではなくて、ウェーブの人自身が全体的に骨が華奢なんですね。ストレートの方は全体的に筋肉のつき方として強いので、お二人とも触るとすごい筋肉の張り感でもっちりしてるんですよ。すごいもっちりしてて筋肉質で張りが強い。でもあやちゃんはすごいふわふわなんです。あ、ふわふわですか？そう、ふわふわ。汗かいてるけど。ふわふわで、もう柔らかい。ふわふわともっちり。そう。どちらかというと筋肉の張り感でしっかり。だってかなちゃん見た目すごい。最初の骨格ナチュラルの印象は、まあ、顔立ちとかもあるけど、ナチュラルの方だともっと硬い。そこまでの硬さは感じない。やっぱストレートの傾向として強い。なるほど。あとですね、一番特徴なのは、あの横を見ていただくと、ここの肋骨の丸さが、あやちゃんはこういう平べったい平胴ですね。そう、感じなんですけど、まあ私含めてかなちゃん、ゆなちゃんは丸いんですね。なるほど。ここの厚みが
あの、うん、奥に奥行きがある広さが、かなちゃんもゆなちゃんもあるんです。なるほど。同じアンダーでもやっぱ違うってことですよね。例えばアンダーが65だとした場合、同じ65でもこう薄いかこう厚いか面白いで全然違うし、それに対してね、やっぱりチャンネル私もすごい拝見してますけど、おっぱいのつき方、あとは筋肉のつき方、それでサイズ感とかタイプっていうのも変わってくるんですね。なるほど。気になるしょうがないですね。気になる。ストレートはこう丸いですよ。丸いので、丸い胴体に対してここにこうおっぱいがついてると、ここの奥行きもあって、さらにここにもおっぱいで奥行きがあって、ボリュームがすごく出る感じのタイプが多いです。逆にもう一個のここにいないタイプの方はどういう、もともと体全体的に筋肉も脂肪も少ない。誰か本当細っ。有名な方で言うと、有名な方で言うと、あの佐藤しおりちゃん。ああ、やっぱりしおりちゃん。佐藤しおりちゃんはそうですね、骨格ナチュラル。なるほど。骨格ナチュラルの、まあ、ここにいないタイプの方は、手足もすごく長くて、鎖骨もすごく出てて、ここに水がたまるんじゃないかなっていうぐらいがっつりあるんだ。はい、あと肩甲骨も大きかったり、しっかりその天使の羽と呼ばれるぐらい出てたりという方も多いです。ここが長いんです、腸骨が。骨格ナチュラルさんは長いので、ちょっとお尻が長めに見える方とかも。なるほど。さっき1個前の動画でお尻大きいって2人共通あったのは何か関係あるんですか？ちっちゃいイメージがある。ストレートの方はお尻の骨格がここがこう丸いんですね。丸くて腰も位置も高いので、ここからお尻がプリッてするんですよ。なのでお尻が大きく感じる。皆さん実は多分お尻の大きさ自体は変わらないんですよ。ただ肉のつき方というか筋肉のつき方、ストレートの方は筋肉つきやすいので、お尻にもしっかり筋肉があってプリンってつきやすいんだ。確かに。みなちゃんもしあれ横向いて、めっちゃつきやすい。私足やばいんですよ。ここの腰もここからここでクイッてなった後に、お尻がこうごめんね触って大丈夫です。いやーなんかもう触らせてください。今まあでもあやちゃんね、すごいトレーニングして鍛えてるんですけど、まずウエストの位置が2人と比べてクイッて入らなくて、そこもそーっと落ちちゃう。確かに確かに。でこういうことですね。そう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 、極端に言うと、極端に言うと、そうじゃなくてここもストーッと落ちるので、でここそのまんま下に落ちちゃう。かここもなんかないんですよね、お尻横。そうなんですよ。で代わりにウェーブの人はここはないんですけど、ここにつくんです。ここにめっちゃつく。なるほど。ここ、あ、両足がへこんでんの。へこんでて。すごい。何それ。ここ出てる。なんで？いや、本当に。ここに二人はついてるんですけど、ここにウェーブの人つかずにこっちについちゃうんですね。それは筋肉のつき方の部分でも、筋肉がちょっと弱いからどうしても脱水してしまって下につきやすいっていう特徴もあります。なるほど。これだから鍛える時に骨格知って、あの、鍛える部位を変えなきゃってことですよね。そう、違いますね。みんながやってる同じことをやっても付き方も違うし、バランス悪くなっちゃうんだね。3人でお尻同じメニューしても多分もうプリプリってなるけど、私はなんかあれ逆にやりすぎちゃうと付きやすくなっちゃう。そうです、確かに。やればやるほどもうどんどん大きくなっちゃう。そうそうそう、こんなにいらないのにみたいな。わかる。ちなみに私あのあやぱいチャンネル、お胸が大きい方向けの情報を発信してるんですけど、なんかそこの骨格なんか付き方の違いとか大きくなりやすいとか、おっぱいの違い、おっぱいの違い、まあおっぱいだけに限らず、人の体ってまず軸になってるのが骨じゃないですか。骨があって、その骨に筋繊維がこうついて、筋肉がついて、そこから脂肪がついて、で皮膚があるっていうのは人の体なんですけど、そもそもウェーブの方って骨が細いので、わかります？細いものに対して筋肉の筋繊維ってもう限界が過ぎちゃうから、そもそも筋肉がつきにくいんですよね。でどちらかというと、でもね、生命維持していくためにも脂肪が必要になってくるから、つき
結果脂肪がすごくついちゃうっていうのが確かにすっごいむくむし、ぽっちゃりになりやすい体質です。でもう全部それが筋肉が弱いから全部下に下がっちゃうので、でもあやぱいチャンネル見てる方ね、あやちゃんのおっぱいのこういう持ってるものじゃないそのままの状態のタイプのおっぱい見ると結構こう下がってるような感じに見える。ティアドロップっていう、ティアドロップ雫型なんでのはもう筋肉はもうそもそもそこのおっぱいの脂肪の奥にある筋肉がちょっと弱いから、どうしてももともとボリュームがあるからもっと下に下がってしまう。じゃこれはなんか年齢とかのもあるかもしれないけど、今30の代なので、でもやっぱその元々の体つきがからこそのそうこそですね。だからもっと、下がりたくないってなるのであれば、おっぱいの筋肉をなるべくしっかり鍛えて、しっかり鍛えてあげることですね。わかりました。ちょっと中山筋肉にちょっと連絡してます。そうですね、ちょっとコラボやってみましょう。ちなみにストレートそれぞれタイプの人はまあもともと筋肉が強いので、比較的筋肉ね張り感で持ち上がってるタイプでもあるんですね。で脂肪の付き方はもう人それぞれでもあるので、例えばねゆなちゃん失敗アイドルっていう、全然捕まえマジでそこだけ捕まえっていうところもあるんですけど、そこも本当に脂肪というよりもある程度筋肉つけちゃうと今度なくなっちゃうから、昔のそのスポーツ経験とか何か運動によって筋肉つけすぎてしまって脂肪がつかなくなってしまってるっていう可能性もあるかもしれない。なるほど。でもスポーツ女子でしたずっと。例えば上半身のスポーツとか、上半身よく使うとか、テニス、ハンドボール、陸上とかもなんかいろいろ基本何でもやってました。もしかしたらここの筋肉でやっぱどうしても筋肉成長期の時の運動によってはもしかしたら影響されてるかもしれないです。なるほど。成長期に筋肉つけすぎると身長の身長伸びないとか。ありますもんね。そういうのもいろいろいろんなものが関係しているのかもしれないですね。で、かなちゃんはもうなんかスポーツやってたり、私全くスポーツやってなかったね。よかそれが出ちゃったのよ。体でね、それもあるかもしれない。一応かもしれないっていうところですね。これそう本当に中学生とか小学生がスポーツしないってなっちゃった。そうだね、あくまでもあくまでも本当にかもしれないだし、これは医学的に言われてるわけではないので、あくまでも本当に推測でしかないですよ。生活習慣、生活習慣も確かにあると思うし、食生活とか全てのいろんな要素があると思うんですね。ただ傾向としてはストレートの人は筋肉がベースにあってちょっと強めに筋肉を持ってるから、胸の形は綺麗な方が多い。へえ。今まで診断していたさせていただいた本当多くのストレートの方はやっぱバストの位置は綺麗な方が多いです。高い。もし見てる方で、私でもバストの位置下がってるって方はブラジャーが合ってないとか、夜寝る時に例えばこうナイトブラしないでそのまま寝てしまって後ろに流れてるっていう可能性も年齢とともにある方もいらっしゃるんじゃないかな。ナイトブラはあやぱいチャンネル見てください。見てください。そうなの。あります。ナイトブラ大事なんだ。してなかった。え、私もしてない。関係なくした方がいいです。した方がいいって言っていいのか分かんないけど、私はした方がいい。私はしてます。胸なくてもいけますか。あのね、女性の胸ってあれ忘れちゃったけど、とにかく初めちょっとここが柔らかくなってちょっと下がってきて最終的にダーンって。でそれって大中小関係ないって。そうなんだ。だからナイトブラはした方がいいって聞きました。私はいろいろ情報を見てるんですけど、初耳。なんか勝手にあれはある人がその後ろに行かないとかそういうために作られてるものだと思うんですよ、勝手に。ただやっぱその骨格もそうだけど、骨格についてる脂肪を正しい位置にキープしてあげるって役目ですね。そうですね。そうですね。そうなんだ。それぞれの骨格の特徴で筋肉がつきやすいタイプの人、つきにくいタイプの人、やっぱそれぞれのブラジャー下着の選び方、そこから洋服の選び方によってシルエットが変わってくるので、シルエットが変わるってことは見た時、見た印象としてスタイルよく見えるか、スタイル悪く見えてしまうか、そこに全部影響されてきてしまう。実は事前に
せっかく買ったけど、うん、なんか似合わないっていう服持ってきてて、プラス下着とか水着物とか、そうだね、ちょっとそれをね、うん、詳しく一人それぞれ見てもらってもいいですか、ね、はい、ぜひお願いしましょう。普段はナチュレさんのサービスどう、普段はプロデュースですね、本当、うん、例えばテレビで見たことあるかもしれないんですけど、うん、ビフォーアフターの例えばショッピングもしてとか、うん、そういった本当にシンデレラプロデュースみたいな感じで、それをですね、まあ、その日1日だけじゃなくて、それが持続できるような形のプログラムとしてプロデュースのサービスをしています。あとは今日ね受けていただいた骨格診断、うんうん、あと今流行りのパーソナルカラー診断、あー、そういったものをやってます。ちなみに関東というか東京でこの値段でこれだけの経験値実績があるアドバイザーがやってるっていうのは多分うちだけじゃないかなってぐらい、めちゃくちゃお得な金額でやっているんです。詳しくは概要欄にホームページ貼りますって、はい、ますので、はい、チェックしてみてください。気になるやるやるにめっちゃ気になる、超絶気になる。どう考えても自分じゃ可愛くできないと思ってる部分も持ってきたので、ちょっと早速見てもらいましょうか。はい、よろしくお願いします。ちょっと茶系のベルトをしてます。これをつけたら変わる？これ可愛いと思ったけど、うん、ボリュームで垂れちゃってて